さんこんにちは、ダムです。私が東京に行ったら必ず買うもの、もう皆さんご存知ですよね。はい、こちらでございます。じゃーん、ひな袋。こちらですね、秋葉原にあるリバティさんで買える、まあ、お値段3000円の福袋なんですけども、今回もこちら買ってきました。以前あげた動画2つねあるんですけど、そちらねまだご覧になってない方はぜひそちらからご覧になってください。概要欄に貼っておきます。早速開けていきたいと思います。手に取ったものから出していきたいと思います。1個目、なんか結構さ布物が多い。はい、あ、ローソンのやつですね。アクリルチャームショー。ほい、あ、カットシです。続いて、じゃん。もうね、開ける前にねミホってかかってます。はい、ベミホです。続いて、じゃん、ね、あ、川田ひなちゃん。はい、続いてこちら、お、懐かしい、こっちもあんのかな。はい、パルキャン。はい、マナフィー。はい、お、ナッチョです。なんかね、布っぽい。あ、またマスクだ。ミーパンですね。布が多い。どん。え、待って。やばい。斉藤の文字。これ、キュンのやつじゃん。マジでキュンのタオル。はい、続いて、じゃん。おー、マジ？なおちゃんのタオル入ってる。え、おしめんタオルとか入れてくれるんだ。はい、すごっ。ポン、お、あ、ひなくりだ。ひなくりの T シャツですね。L サイズ。続いて、ポン、あ、歯ブラシです。続いて、はい。え、なんだろうこれ。あ、お日様カフェだ。カトシの、なんだろうこれ、ネームプレートみたいな。ラストいきますよ。せーの、ドン。まさかのペンライト入ってんだけど。動作確認済みって書いてます。待って、ほぼ新品じゃないこれ。あのストラップまで完全にもう新品ですね。超綺麗。今まで私キンブレを使ってたんですよ。ドンキとかで買えるやつ。キンブレ使うとジョイラの虹とかちょっと色違うんですよね。みんなから浮くんですよ、やっぱ公式じゃないと。なのでやっぱ公式嬉しいな。え、すごくないこれ。マジで毎回思うけど、これ3000円で、ほんとすごい、リバティさん。はい、ということで今回も開封してきました。リバティさんのひな袋ですね。もちろんね、数に限りありますんで、日によって売り切れたりするので、気になる方はぜひ秋葉原リバティさんでお買い求めください。ということで本日の動画はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。